夜の学校。私の体験談なんですが、3年生か4年生かの夏休み、宿題もやらず遊ぶことばかり考えていた能天気な私でしたが、夏休みも半分を過ぎたあたりで、大事な宿題のプリントを学校の机の中に忘れていたということに気がつきました。昼間に行けばいいものを、当時の悪友と夜の学校に忍び込んでプリントを取ってくるという作戦を実行に移しました。当時の校舎は木造でかなり古い建物で、地元でもマンモス校として有名なほどの規模です。掃除の時間に鍵が壊れている場所を発見したことがあって、侵入自体はスムーズでした。私の教室へは侵入した場所から理科室の前を通って廊下の突き当たりを右に曲がったところにあり、そこで行き止まりになっていました。恐る恐る二人で理科室前まで来ると、突然ガサッと物音が。どうやら理科室の中からのようでした。思わず顔を見合わせましたが、子供の好奇心で理科室の中を覗いてみることにしました。見ると教室の作りでは入り口が普通2箇所ありますよね。その片方が鍵がかかっていて、もう片方の入り口には鍵はかかっていませんでした。私は正直怖くて、ドアのガラスからちょっと中を覗いた程度で先を急ぎたかったのですが、悪友は鍵が開いているんだからちょっと中へ入ってみると言い出して入っていってしまいました。多分1分から2分ほど待っていたと思います。しばらく彼は中でガサゴソやっていましたが、そのうち物音が全くしなくなりました。中はシーンとしています。耐えきれなくなって私は理科室の中へと入っていきました。おい、どうしたの？暗い中を探しましたが、友人がいないのです。私はパニック寸前で探し続けました。そのうち、たった一つの入り口から、その友人の声が。お前、いつまで何やってるの？と。私は、お前、いつの間に廊下に出たの？と、ほっとしながら聞きました。すると彼は、怪訝そうな顔で、
何言ってるんだよ。お前が入ってみるって言って、それっきり出てこないから呼びに来たんだ。と、頭が一瞬真っ白に。彼の話では、私が入ると言い出し、自分は廊下でずっと待っていたというのです。そして、理科室へは入っていないとも言いました。つまり、お互い全く行動が逆になっているのです。彼も真剣な顔で、私の言動がおかしいと言い続けていたので、彼が嘘を言っているようにも見えません。現にいくらこっそりとでも、理科室から私に気配も感じさせずに廊下へ出て行けたものか、それも不思議です。出口は一箇所しかないし、私は常にそこを意識しながら彼を探していたんですから。口論していても拉致は開かず、二人ともだんだんと怖くなってきたので、とりあえずは目的のプリントをさっさと取って帰ろうということになりました。理科室を抜けて教室まで、あと目の前の曲がり角を曲がるだけ。曲がり角まであと 4,5 メートルだったかな。そんな距離まで来たとき、事件は起こりました。角を曲がってすぐの壁に火災警報器があるんです。それが突然ジリリリリと鳴り出しました。二人でビクッとなりましたが、反射的にその曲がり角へなぜかダッシュしてしまいました。警報が鳴ったのなら誰かが押したはずですよね。その時私たちはそこに警報スイッチを押した誰かがいるのかいないのか、そんなことまでは考えていなかったと思います。何かやばい、なんだかわかんないけどとりあえず走れみたいな。曲がり角まで数秒、確かにボタンは押されていました。しかし人の気配はなく、友人が早くプリントを持って逃げようぜというので慌てて教室に入り、プリントを探し当てると一目散に逃げました。やがて始業式の朝礼で、夏休み中に学校に忍び込んで警報器にいたずらをした者がいる。生徒かどうかは不明だが、皆さんはそんないたずらはしないように。消防署の方や警察の皆さんにとても迷惑をかけてしまいます。とのお話。そのお話で妙に気がかりだったのが、警報器のボタンに掃除用のモップの柄を突き刺すように
立てかけてあったというくだりが、友人と後でその話をしたところ思い出したのです。確かに曲がり角を曲がった瞬間、そういう状態になっていました。しかし、そんないたずら、我々が犯人ではありません。ということは、誰かがなぜかそうした。一体誰が？あの状況では、我々が走ってきた廊下以外には、ほぼ密室に近い状態なのです。そして我々は人の姿を見ていません。逃げるとしたら、絶対に我々の目につくはずなのです。誰が？廊下には友人が、教室には私がいたのですから、隠れようがないのです。誰が？その後、友人とは自然とそれぞれ避けるようになって、彼がどこでどうしているやら、成人式の時にも会えなかったし、未だに不思議で今までで一番怖い体験です。皆さん、ルルナルでございます。復活スペシャルパート2でございます。まあ本来はですね、23日通常稼働開始と言いましたが、読みたくなりまして読んでしまいました。まあただね、アップするのが結構遅い時間なので、ご迷惑をかけてるかもしれませんが、ぜひ聞いてください。今回の話もですね、ちょっと不思議なね、話になりますが、この友人とこの方の間に何があったのか、果たして本当に誰かいたのか。ただ廊下の突き当たりということは当然、まあ密室というか逃げ場がないですから、とか、あとですね、目の前でいきなり非常ベルが鳴ったのになぜそこに走るのか、ちょっといろんな行動に矛盾があるんじゃないかなと思います。というちょっと不思議なお話を読ませていただきました。さて、いいですね、やっぱりね、何回も言うなと思いますが、本当にこのように朗読お届けできるのは幸せでございます。あとですね、Twitter にもこの YouTube そのものにもですね、皆さんから本当にたくさんのコメントをいただいております。順次返信させていただいておりますので、ただちょっとね、なかなかそこまで今の打ち込めていませんので、ちょっとしばらくお待ちください。ちょっとしばらくでいいですね。今は本当にとても嬉しい気持ちでございます。まあ、怪談を読んだ後にあんまりにこやかに話すのはどうかと思ってしまいますが、ちょっと今はちょっとまあ昨日に続きにやけるので、ということで、明日はですね、明日月曜日は本格稼働開始ですので、皆さん楽しみにしていてください。ではちょっと遅いですが、おやすみなさい。ルルナルでした。